北条定直は、鎌倉時代末期の武士。北条氏の一門、大仏流、北条宗康の子。野郷からおさらぎ定直とも呼ばれる。楠木正重のこもる千葉や白攻めに参加した、大仏工事機とは同族である。徳宗北条定時より変岐を受けて定直と名乗る。引き付け衆、引き付け頭人など養殖を歴任して惑星に、参与した。徳三年。 現行元年9月、佐田直は、江間越前入道、金沢忠冬、足利高氏らと共に大将軍として上落した。9月26日には、佐田直と共に上落軍を率いて、笠木に向けて進発して、2日後に攻め落とした。10月の赤坂城の戦いに勝利して、先行を挙げたことから、遠東江東、佐渡などの守護職を与えられた。原稿2年、 小京元年9月、北条高時が派遣した上落軍に加わり、小京2年、元行3年2月からの千早城の戦いにも参加している。この時、定直は寄せての軍勢が大打撃を受けたことを見て、赤坂城攻めの経験から、水攻め、兵糧攻めの策を講じている。同年5月、日田吉定が軍勢を率いて、鎌倉に攻め込んでくると、 極楽寺口防衛の大将として、その迎撃に努め、新田軍の首相の一人である、大盾宗氏と戦い一度は、突破を許したが体制を立て直して、創始を打ち取り検守していた。しかし力尽きて5月21日深夜に、攻防戦の要衝である、両前山から撤退するが、この時に残っていた兵力は300機ほどだった。そして、5月22日に、創始に代わって、 采配を取った脇や義介の攻撃の前についに敗れて戦死した。弟の信正やこの秋秀らも共に戦死している。武将としての能力だけでなく、和歌にも優れた教養人であったと伝わる。古典、太平記でも北条一族の主要人物の一人として登場しており、鎌倉防衛戦においては、小袋坂の首相、金沢貞行とともに最後の様子が描かれている。 日付イコール旧歴、ありがとうございます。